あ、新宿の年金事務所です。静電気メトリウスを会社につけてます。スポーツ吹き矢協会さんでおすすめされて、パワープレス、つまりこれメモリーで強さが決められるんですけど、あとこれ確か緑、青、赤が一番強いんですけどね。ここに加えて口で息を吐いて口で吸うを20回繰り返すんですけど、これゼロでも全然必死の感じですね。20回繰り返す。鉱山にいるような、こう一気に吐いて一気に吸うっていう、ここの筋肉を鍛えるみたいなんですよね。ヨガのようなちょっとやるんですけど、すごい辛いんですよ、何気にこれ。いや、あ、やっと10回。辛い。また僕高山病みたいになるんですよね。これ20回をできるようにの、これ上げていくとどんどん辛くなるんですけど、ようにするやうなんですけど、これは私ゼロでも10回が10できないんですよ。だからまず10回で1日何個だ、1日、2回まで、20回で2回まで OK ってことなんで、やりすぎちゃいけないみたいなんで、とりあえずこれでちょっと鍛えていこうと思います。あと吹き矢と太極拳、あとはあれか、自転車だ、はい、あとクライミングですね。